青山選手お願いします。はい、優秀選手賞受賞、青山修平選手登場でございます。お忙しいところすみませんね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、今いろいろファンの皆さんに落ちてらっしゃいましたが、どうですか？本当にたくさんの方に来ていただいて嬉しいです、はい、嬉しいですよね。汗かきすぎですよ。いや、ここね、照明結構暑いんです、はい、もう本当に大変なんですけどもね。いや、でもありがたいですね。本当ですね、はい、はい、そして、SG 初制覇もおめでとうございました。ありがとうございました。ついにやりましたね。はい、はい、長かったですか？長かったといえば長かったですけど、うん、はい、はい、受賞も長かったですか？はい、受賞は長かったですね。ですね、はい、ではそのスーパースター王座決定戦を振り返りたいと思います。はい、スーパースター王座決定戦スタート。この時は道中、予選道中はどうだったんですか？トライアルは、トライアルは、まあ、今までの中では一番いい感触でした。いい感触、はい、これならばという感じで優勝戦に向かったわけですか？もしかしたらっていう可能性は信じて走ってましたけど。信じて走った、はい、うん、それにはいくつかの条件があると自分の中で思っていました。まあ、そうですね、うん、いつも終盤垂れてしまうのと、レース展開をうまく作れなかったり読めなかったりするんで、まあ、そういうところがまだまだ足りてないと思ってたんです。はい、で、10周回、はい、素晴らしいタイムで逃げ切ったわけですけども、はい、最後までペースが衰えなかった原因というのは何なんですか？分からないですけど、最後ちょっと2周ぐらいちょっとペースが落ちてしまったんで、はい、まあ、そこは反省しなきゃいけないんですけど。これだって上がり335とかでしたよね。まあ、はい、そうでした。うん、まあ、10周回あるとはいえ素晴らしいタイムだと思うんですけども、はい、それでも後半はちょっと垂れてたわけですか？そうですね、ちょっとペースが落ちてるなと思って、うん、まあ、そこで焦ってこうリズムを崩すと、この辺りからですね、この辺りからそうですね、うん、ちょっとペースが落ちちゃうなと。確かにじわっとね、縮まってる感じはありましたけども、はい、どのあたりからこう優勝という二文字はちらつき始めました？もう本当ゴールする直前に、はい、優勝できそうみたいな。あ、そう、本当それぐらい、いつも最後にやられてしまったり、はい、はい、するので、はい、でも、はい、何かやっぱりこの優勝で、あ、こうすれば勝てるんだみたいなところ分かった部分ってあるんじゃないですか？そうですね、なんか多少は、はい、あったと思います、はいはい、それは今言えないですか？それはまだ1回しか優勝してないので、うんうんうん、まあ、確信もないですし、確信にはなってない、まあ、自分の中では、はい、まあ、10周回をうまく走り切らなきゃいけないっていうのは、まあ、前からそうなんですけど、うんうん、まあ、そのためには、はい、この先も何かしなきゃいけないなっていうのは常に思ってます。はい、で、まあ、先日全日本選抜ありました、はい、最後にねちょっと使われてしまいましたけど、はいはい、でもレースの内容としては着実にこう良くはなってると思いません？まあ、そうですね、以前に比べれば、うん、まあ、冷静に走れてるかなっていう、はい、感じはします、うんうん。船橋の、ね、先輩の永井選手もずっと取れなくて、はい、取れたと思ったらもう立て続けに取っていきました、はい、でそういった選手が結構多いんですよね、はい、取れそうで取れなかった選手、はい、自分もそうなりそうな感じはします？全くないですこれが青山選手らしさなんですけど。いやいやいや、全くないことないでしょ。でもいや本当にないです。この前の選抜の時は、はい、あれ選抜ですよね。そうです、はい、はい、時は、ええ、あれって一瞬思ったんですよ、はい、あれれれれって思って、ずっと先頭だったんで、はい、おかしいなと思って、絶対最後最後というか、絶対誰か抜くはずなんだけどなと思いながら走ってて、はい、なんかこうちょっと冷静になりすぎたというか、あ、逆にあれと思って、おかしいなってずっと思ってました。じゃあそんなに自信はなかったんですか？まあ、そうですね、まあ、うん、状況的に取れる感じが、はい、
予選道中の動きではなかったので、うんうん、なかった、はい、まあ、やられちゃうけど、まあ、なんとか、うん、はい、しのげればいいなっていうぐらいにしか思ってなかったです。あ、そうなんですね、はい、そしてまあただ初めて勝って、はい、逆転で賞金王にもなりました、はいはい、8200万ですか。あ、そうですね、はいはい、賞金王ってどうですか、なってみてちょっと、うん、正直ちょっと恥ずかしいです。恥ずかしいです、はい、なんでですか。やっぱあの今までの先輩方は1億円突破されて、はい、ええ、はい、だったんですけど、僕は1億円を突破できず、はい、あ、まあ、確かに去年はね、はい、勝ってる人がバラバラで大混戦でしたからね、はい、そうですね、うん、はい、ただ初めて SG 取って賞金王にもなりました、はい、よしこれで MVP だと思いませんでした。全く思わないです。思いませんでした。てかまあそこまでもう頭は回らないですよね。あ、初めての SG を優勝して、はい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 、もう興奮しまくってみたいなもうそれだけが嬉しいみたいなはい、はい、でもあのパフォーマンスはすごかったですね。優勝した後、はい、検査場で、はい、カメラ持ってね、はい、爆発してましたが、あれ印象的だったんですけど、はい、ただあのその後にウィニングランで出てきましたよね、はい、で出てきてファンの皆さんの声を受けた瞬間に泣いたじゃないですか、はいはい、あれはどういう心境だったんですか。まあ、本当検査場の時は、はい、うん、嬉しすぎて、はい、もう泣くどころかもうとにかく嬉しいみたいな、うんうん、はいはい、でこういざこうウィニングランさせていただいたときに、予想以上 の, そのファンの皆様のご声援をいただいて、うん、はい、なんかもう本当グッとくるものがありまして、そういう泣くつもりはなかったわけですね。あ、もうそういう雰囲気というか、はいはい、感じでは全くなかったんですけど、はい、もう急にスイッチが入ってしまったような感じで。なるほど、ね、はい、やっぱり直に声が聞こえてくると。そうですね、はい、本当にこんなに応援していただいたんだっていうですよね、はいはい、改めて、はいはい、思いました。ファンの皆さんもですからどれだけ悔しい思いをこれまでしてきたかっていうのを分かってるからこそね、はい、おめでとうという気持ちが、ね、強かったと思うんですが、はい、さあただ今年はね、はい、さらなるこれ活躍皆さん期待してますよ、はいはい、何かこう目標は立てられますか。目標は、はい、まあ、昨年以上の結果を、はい、出したいっていう思いはあります、ええ、はい、昨年以上具体的に言うと、まあ、昨年前半は結構思ったように走れなくて苦しんでたと思うんですけど、まあ、徐々にこう後半になるにつれて良くなっていったんで、はい、まあ、その調子が良かった時はずっとキープできるようにしたいなとは思ってます、はいはい、確かに昨年はまあ、SGS 何度かありました、はい、優勝も準優勝もありましたけど、はい、G1 の優勝とかなかったんですよね。そうです ね, ね、はい、そういった意味ではちょっと悔しい1年もね、まあ、そうですね、 SG は取れましたけど、はい、ありましたよ ね, うね、はい、うん、ですから、まあ、今年は4月から伊勢崎になります、はいはい、そちらでの活躍を皆さん期待していると思うんですけども、はいはい、実は青山選手って G1 以上のいわゆる記念伊勢崎だけ勝ってないですよね。あ、そうなんですか。え勝ってませんよね。勝ちました、はい、いや、勝ってないです。勝ってないですよね。去年の12月に初めて優勝して、ね、そうですね、はい、そう言われるとないですね。 G1 以上のいわゆる記念は伊勢崎だけなんですよ、勝ってないのは、はい、なのでまあ、あ、そうなんですか、はい、移籍したらそこをまずね、はい、目標にしていただきたいのと、はい、あと個人的には、はい、高橋貢選手の、はい、伊勢崎ナンバーワン、はい、止めるのは青山選手なんじゃないかなと。ほら拍手も起きてますよありがとうございます、はい、それちょっと自分が変えてやろうみたいな気持ちはありますか。いや全くないです全く、はい、いや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 、ちょっとね、はい、そこにちょっと挑戦してほしいなと思うんですけども、はい、はい、ちょっと今もう宣言しますよ。いや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 、まあ、あの仮にですね、はいはい、一回こう三嗣さんを超えられたとしても、はい、やっぱこう三嗣さんってこうこれまでの功績が素晴らしすぎて、ええ、ものすごいですよ、はいはい、一回超えたぐらいではもうとんでもないです、うん、もう超えたことにはならないと思ってますし、あ、もうじゃあもう超えたらずっと超え続けるぐらいの気持ちでね、もう偉大すぎるんで超えることはできないと思います、はい、本当にそれぐらい偉大な方ですけど、偉大な方すぎて、でもそれをちょっとね、はい、チャレンジしてほしいななんて思うんですけれどもね、はい、はい、そういった期待も込めまして、はい、最後ファンの皆さんにね、今年の意気込みをお願いしたいと思います。今年はまあ4月から伊勢崎支部ということで、移籍になるんですけども、
まあ、3月までは船橋城所属ということで、精一杯頑張って、また新年度から、精一杯頑張っていきますので、今後とも、オートレースと青山周平をよろしくお願いします。はい、青山周平選手でした。川口も追加ということで、はい、頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。じゃあマイクを、マイクを、はい